今ですね、スペインのマラガにいます。マラガですね。でマラガの今カテドラルね、今ここです、カテドラル。まあ本日日付が2014年の9月7日でございます。で、カテドラルということで16世紀に建設始まったんですが、地品不足のために右の塔が未完成なのは18世紀中頃に工事が終了したということで、4世紀近くになったね、完成すれば4世紀近くになったと思います。なので途中途中ね、様式が違ってますね、建築様式、ゴシック様式であるとかルネッサンスであるとかね、あとバロック様式、まあそういったものが混ざってるということです。なのでその角度によってまた違ってきます、なので一応もしこのマラガのねカテドラル大聖堂来るときっていうのは必ず一周してみてください。そうするとなんかちょっと違ってるんですよね。でもなかなか素晴らしいですね、このねカテドラルが素晴らしい。いろんなね大聖堂見てきましたけどね、これは素晴らしいと私は思います。青いね空によく合いますね。しかもこのヤシの人が見てください、これ素晴らしいね。